JFN パークをお聞きの皆さん、こんにちは。東京オーバル慶応閣オーバルエンジェルの広瀬千鶴です。 JFN パークでのオリジナルプログラムオーバルエンジェルのエンジェルトーク第30回目、今回も慶応閣所属の94期内田選手にお話を伺います。2回目の今回は競輪選手として11年目の内田選手に競技生活での思い出などを伺っていきます。というわけで第30回のエンジェルトークも内田元気選手をゲストに迎えてお送りします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。元気です。元気ですよ。まだ私が言いたい、元気ですかって言いたい。元気ですよ。ありがとうございます。さて、前回に引き続き内田元気選手をお迎えしての第30回を迎えましたが、今回は、競輪選手として、2008年7月にデビューしてから11年経つんですね。11年も経つんですか。早いですね。早いですか。はい、いろんなことありました。いろんなことありましたね。何か覚えていること、レースとかありますか。覚えてることですか。はい、覚えてること、印象に残ってるレースとか。いやー、まあいっそいっそちゃんと走ってますけど、はい、まあ、A 級初優勝はやっぱ嬉しかったですね。慶応閣で鈴木健二、はい、まあ、後輩が先行してくれて、はい、まあ、指して優勝できたのは嬉しかったですね。あ、なるほど。はい、どういうことをインタビューで喋ったかとかと覚えてるんですか。全然覚えてないです。いや、めちゃくちゃ雨降ってたんで、ヒールインタビューも多分、はい、その雨の記憶はありますけどね。あ、なるほど。ケンジありがとうぐらいしか覚えてない。すごい、ちゃんと冷静に感謝を述べられる、はい、すごいですね。はい、で、初優勝が2008年10月13日の伊東温泉競輪場。ああ、そうですね。この時のことは覚えてますか。はい、覚えてますね。後ろにね、小笠原勲さんっていう大先輩つけて走って先行して、はい、かましまくるみたいな感じかな、優勝したんですけど、うんうんうん、もう後ろはもう大先輩なんでね、はい、後ろから行くな、まだ行くな、まだ行くなってずっと叫ばれながら、早く行きたかったんですけどね、まあ、俺がちぎれるから行くなってずっと言われてて、はい、まあ、でも行ってなんとかワンツーで優勝したんじゃないかな、多分。すごい。それ本番中のレースで掛け合いとかするんですね。もう後ろで結構喋ってましたね。他にはどんなこと喋ったりするんですか。いやどうですかね、並びがちょっと、はい、予想と違ったら、まあ、ちょっと行ったりとかはしますけどね。あんま喋るとね、他のラインにも聞かれちゃうんで。そうですよね、基本は喋んないですけど。よく聞こえますね。でも後ろからだと聞こえる。後ろからね、結構聞こえますよ。前の場合は聞こえるんですか、喋って。前から喋ったら聞こえないですね、多分。そうですよね、後ろ向かないと。だから選手って後ろ向くんですか。違いますよね。後ろ向くのは多分後ろを後ろの見てるだけ、ね、あれですよね。どう来るかっていうの、はい、知らなかった。すごいですね。逆にその競輪選手生活の全部、はい、こうトータルで印象に残っている出来事とかはありますか。選手生活なんか印象に残っていること、うん、なんだろうな。まあデビューしてすぐに落車したんですけど、はい、その時が一番ちょっと衝撃だったですかね。衝撃。落車して、まあ、普通の生活を送ってて骨折そんないっぱいすることないじゃないですか、はい、そうですよね、うん、その時はね、鎖骨粉砕で肋骨5本折れてて、ほとんどもう右側全部折れてたんですね。それで、まあ、痛かったですけど。すごい淡々と話してますけど。なんか痛い思い出はありますね。ああ、まあ、結構デビューしてすぐだったから、うん、痛かったですね。もうでも2回目とかは痛くないんですよね、結構。鎖骨とかは痛くないっていうのですか、うん、怖くなかったんですか。ん、怖くなかった。はい、
走るときは怖くないですね。あ、復帰戦とかちょっと怖かった記憶はちょっとありますね。まあでも普通に走ってたからそんなに。すごまあ怖いって思ったらの走れないんでね。まあ、どっかにね怖さはあるかもしれないですよね。ちょっと体が勝手に萎縮したりとか、それはあるかもしれないですね。もう2回目とかは全然痛くない。2回目のね鎖骨はねあんま痛くないって言うんですよね。鎖骨ですよね、このそうなんか曲がっひん曲がったやつ。鎖骨ってでもなかなかここ折れなくない、硬くないですか。これね、でも鎖骨は折れやすくなってるらしいんですよ。鎖骨ってこう曲がってるじゃないですか、はいはいはい、あれってこうなんか内臓を守るために折れやすくなってるって。折れないとなんかダメなんだって言ってました。折れないとよ。折れやすくなってるらしいですよ。痛いでも、うん、痛いね。ここ折っちゃうと私生活どうなっちゃうんですか。だって手は上がんないんで。そうですよね。でなんかね勝手にねこう肩が前に来ちゃう、こう短くなってくる。これがだ選手って結構撫で肩だったり肩が狭い人って多いと思うんですよね。います、います。あれはもうせ骨折するとどんどんちっちゃくなっ て肩幅狭い人もいるじゃないですか。結構いますよね、うん、あれ鎖骨折りすぎてこうどんどんちっちゃくなって。鎖骨なくなっちゃうとかないですか。どう最終的に なくなることはないんじゃないかな。だってねこうどんどんちっちゃくなってなくなっちゃって、ね、どんどんちっちゃくなっちゃってね。粉砕とかするとプレートってあの金属入れるんですよ。でもうプレートで止めて、はい、だあの飛行機とかピンコーンってなるんですよ。なわけないですよね。え、なんあれチタンだからなんないですよね。いや最初でもドキドキしましたよ。飛行機乗るときこれなんじゃねえかなと思って。そうですよね、うん、大丈夫でした全然。ああよかったよかった、はい、よかったです。飛行機ってやっぱその別 その遠い競輪場とか行くとき移動ってどうしてるんですか。飛行機ですか。やっぱり移動は飛行機が多いですね、遠いところは、まあ、関東圏内は結構車とかが多いですけどね、はいはい、まあ、自転車持っていくのがまあ送るのめんどくさいというか、もう輸送費高いんですよ結構、はい、そうですよね、はい、内田元気選手のとって、はい、あの勝負のレースってどんなレースですか。勝負のレース、はい、毎回勝負してますよ。特に特にどういうレースなのかな。毎回勝負してるしドキドキもしますけどね、はい、でもなんかまあやっぱりどうなんですかね。毎回初日は結構緊張はしますよね。初日あ、そうなんですか。まあ、今ちょっと特選に乗れてるんでまだちょっとあれなんですけど、はい、予選はやっぱりね、予選勝ち上がらないと次の日ね勝ち上がりできないし、まあね、練習もねその予選のために、はい、初日のために練習してきてるっていうのもあるし、まあ、3日目ね一番良、はいはい、ければいいんですけど。え、やっぱ緊張しますか。11年経っても緊張は、まあ、しないって言ったら嘘になりますよねやっぱり、まあ、しないっていうね強制張ってる人もいるかもしれないけど、まあ大体してるんじゃないですか。全くしない人はね逆にそれ困りますよね。そんなチャランポランに走られてもね急に一緒に走るのにね、まあ、勝手に落車してくれるのはいいけどこっち巻き込まれたくないんで。確かに確かに、はい、ある程度いい緊張感を持って、まあ、緊張感はあると思いますよ、ね、はい。ちなみに好きな車番とかってあるんですか。色とか。色ですか。相性みたいなのとかって。相性はねなんだろうな、いや俺3だと思ってたんですけど、うん、前あのねあの色が見えるっていう占い師にあの何ですかそれ。なんかねあなたの色は緑色だ、はい、アースカラーだって言われて、あなた今色車とか赤じゃないですかみたいに言われて、うん、でその時、まあ、ジープで赤っぽい色だったんですけど、はい、それちょっとやめた方がいいって言われて、なんか あなたに合いませんって言われて、はいはいはい、故障したりしないですかって、あしますねって言って、そのお金を結構やっぱ散財したりそういうなんかあまりあなたに良くないんで、はい、アースカラーにした方がいいですって言われて、でフレームもその時赤乗ってたんですけど、はい、じゃあ あなた緑色の何かシールをつけてくださいって言われて、うんうんうん、でつけたら優勝したんですよ。ちょっと私担当緑色なんですエンジェルで。そうなの。ちょっと何回か会ってるじゃないですか。いや緑の人をねつけて走れないからしょっては走れないんで。ああすごい。だから今もねフレームにね今ネズミ色のフレームなんですけど、はい、グレーの、はいはい、裏にね緑のシール貼ってるんですよ。
で最近それでちょっとまた調子いいですよね。すごい忘れててずっと。それちなみにどこの占い師さん結構、ね、選手が行ってるマッサージのとこなんですけど、はい、マッサージ屋さんですか。マッサージ屋さん、あの西部園の近くにあるね、マッサージ屋さんが。マッサージの人なんですけど、占い師みたいな、占い師というか占いも見てくれるんですよ。色も見てくれるって言って。それ別に一般人とかでも大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ、はいはい、気になる、うん、でもそこから全然行ってないですけど遠いんで結構ねあのおしゃべりのマッサージの人なんでねあのマッサージに集中したいのに、ね、ずっと喋るんでね、あんまりなんか集中できないっていういいですかこの適当に喋ってて、はい、というわけで第30回目、今回も前回に引き続き内田元気選手をお迎えしての、トークとなりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、そのデビューしてからもう11年になるということで早いななんて元気選手は言ってたんですが、まあ、印象に残っているレースが、まあ、大先輩が後ろにいて、そこからまだ先行行くな、まだ行くなっていう言葉を、ね、かけてもらったのがすごい覚えているということで、私的にはそのレース中に選手同士の掛け合いがあるなんて初めて知りましたし、なんとなくこうみんな一心伝心で動いてるのかなと思ったら、しっかり確認し合ってちゃんと先行しているんだなというふうに、やっぱ頭を使うレースなんだなっていうふうに、奥が深い競技だなというのを改めて感じました。皆さんいかがでしたでしょうか。次回はですね、まあ、皆さんお楽しみの内田元気選手のプライベートなお話についてお伺いしていけたらいいなというふうに思います。ぜひお楽しみに。ここまでのお相手は東京オーバル慶応学のオーバルエンジェルグリーン担当の広瀬千鶴がお送りしました。バイバイ。